おいしゃべしゃべりです。しゃべしゃべしゃべれてるし。中塗りの領域じゃないでしょ。ほら。すごい。言えなきゃ言ってるけど、じゃあこの塗りこぼし見つけてみようか。美しい。ちょっと俺やらしてください。早く綺麗だから。慣れが出てます。そう、やっぱ全然手つき違う。うん。もうかっていいですか。あ、そうそう。すいません、すいません。先行予約中。プレゼントも割引もあるよー。あるよー。何その仁王立ち。行きますけど。置いてきますけど。正面から取ってよ。正面から取られたいよ。動かんもん、正面から取っても。何も喋らんし。行きますよ。本日は久々の浜野さんだな。浜野さんっていうより塗装の現場見に行くこと自体が久しぶりだから。そうだな。久々のレジェンドの技術を見ようか、視聴者の皆さん。浜野さん仕上がっとんすか、これもう。あ、まだこれ中塗り？こういうのさ、見て。普通透けるじゃん、わかる？中塗りの領域じゃないでしょ。パス。これで完成でいいってくれ。そう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 。お久しぶりです、浜野さん。お久しぶりです。ジャブ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 。喋れてるし。ジェベンだ。ぜひ塗ったとこ見せてくださいじゃ。なんかいきなり来てもこいつじゃんせやなって。すいませんね、腰も痛そうだ、あの体勢。腰大丈夫ですか？腰悪いでしょ。まあ、今大丈夫ですか？これとして今は大丈夫。伸びやねんけど効率考えない。これを買いましたね。え、トゥルースリーパー。トゥルースリーパーって何でした？なんかあったね。あの寝るマット、ま、オーハンパーツマットですよね。そんなことよりあのうちのあの高取るシャツ買ってくださいね。あれどういいんですか？どういうのですか？予約シャツでなんかつれも着とったけど、うん、腰が痛いけど、うん、それ着ると腰が痛くなくなった。もし、あ、マジですか。おお、これカットしずに使ってください。会う人は会う人がおるけど、俺は良かった。あ、マジですか。じゃあもう浜田さん M かな。ちょっと浜田さんにプレゼントするわ。L かな。マジで。L かな。そこに良かったら一着買ってくださいよ。デカで。L かな。結構するんですよ。上下で2枚ぐらいするんで。はい。うん。普通のあのリライブより高いんですけど、もう一つそのカバロス加工っていうのもしよう。カバロス加工っていうのはその消臭なんとかとか機能がなんとかついてるやつ。でも本当に全然違うよこれ。自分本当に嘘じゃない、あれ本当に動画やらせじゃないからと。あのリライブシャツと同じ塗装で吹き付けの方をやったっていう、うん、そいつもやっぱ腰が悪いもんで、うん、やっぱ吹き付けだと腰悪くないんですよ、うん、それ着ると腰痛くない。その人紹介してください。その人動画で100回ぐらい来てほしいわ。違う、もしくは1週間チャレンジみたいな。あ、なるほどね。あ、で意見聞いて、あ、浜野さんプレゼントするもんね。じゃあそれいいですか。1週間っていうか1ヶ月でも、うん、でちょっと定期的にちょっと取りに来るもんね、動画。あ、じゃあお願いします。意外とお値段も高いですよね。高い、うん、原価も本当に高いんですよ。そうするとやっぱ在庫リスクじゃないですか。いらない感じですよね。空調服でも最初高い、みんな高いで買わなかったじゃないですか。あ、そうですね。でもやっぱ着るといいもんで、あ、そうですね、みんな買うじゃないですか。あ、そうですね。あれでもセットで買うと2万以上しますか、ね、しますもんね。あ、みんな買うもん。めちゃくちゃいいこと言うわ。やっぱレジェンドですね。久々だなぁ、こうやってさ、そのね。だけど、ほんと向こうもなんかもう透け全然ないね。やっぱもう一発で止める意識でやっとるんだ。そうです。2回目はあのローラー転がして、あの、うん、ツヤ出すような感じでやるかなと思って。ああ、そういうことか。やっぱそういうことだね。サイディングを全部2発目で止めるようにしてますよ。あ、絶対こういうとこが出とるじゃないですかね。やっぱ若い子たちってまだ走るからさ、仕事がね、やっぱ綺麗には理由があるんだよね、やっぱ。すごいね、うん、すごい。あ、本当に。いや、俺なんか向いてねえから、足場とかそうタッタッタッってやるのが得意だからさ、いかにスピードばっか考えちゃうから。でもそれをやりながらスピードを上げるっていうのはすごい一番難しいよね、うん、手抜きながらじゃないけどさ、まあ、合格ラインは出せるじゃん、2発塗ればさ、うん、ダメがちょっと出たらそこ落とせばいいでしょっていう気持ちでやりゃ問題じゃないじゃん。お客さんにやや言われるレベルじゃないから。でもこのレベルでさらにスピードを上げて、だって今なんかさ100万円の塗装して確かに高いけど、だって足場なんかお前自分の旦那があれなの分かるでしょ。3人に俺組んでバラしに行くでな。確かに朝5時からやってそれを客出し15万とか20万だからね。確かに。でシーリングがまた15万ぐらい入ってくると30万で、大体塗装が70万でしょ。それでやっぱ、ね、営業利益もあるんですかね。僕は70万もらったわけじゃないですよ。僕はその70万だったら会社潰れるじゃない、営業管理もしない感じじゃないか。材料もあるしね、もちろん。で塗装の手間が大体、ほんでやっぱ10からここだったら10
15人、うん、でも冷めないわ、まあ、計算したら1人3万ぐらい、人気3万ぐらいになるじゃんって言うけど、これ道具とかも全部かかるからね。その塗料は会社で持ちますよだけど、であとは色決めとかね、うん、お客さんとの打ち合わせもすごいかかるから、工程打ち合わせとか現場管理費っていうかかるから、営業で抜いとる感じじゃないかね。儲けていいですか。すいません、浜田さん、浜田さん、すいません、すいません、すいません、浜田さんとやっぱ違いました。やっぱ違う、バーンって言えないうわー、これは大変だね。奥がまた見えちゃうんで、あ、この奥までしっかり入れとんな、うん、今の若い子に真似してほしいな。やっぱ奥まで入れたら気持ちいいから先っぽで行かないで。もうですね、まだお昼なんですよ。お昼なんですか。広告によってはしてないようですって表示されちゃう、言われちゃうから。コツみたいなんですか、そのハンデとかね。まあ、いかに早く動かすかですよね。ああ、まあそうか。ちょっと俺やらせてください。早く綺麗だから。出しといて、あ、そういうことか。こうやって出しといて、慣れてきたやつをまた拾って。不慣れが出てます。そう、やっぱ全然手つき違う。うん、もうちょっと奥まで入れない。あ、奥の方が気持ちいいですから、ね、腰が痛むのはやっぱ奥まで笑ってるわ、浜田さんも先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。あ、全然違うな、やり方が。あ、そういうことか。やっぱ先に縦やっといて、その辺に横はやらんだ、へこみの方しか塗らずに、うん、でそこでちょっと垂れてくるやつを広げてくるみたいなね、これ二重も全部塗ってるのかね、視聴者の皆さん。これね、見てごらん。よう考えても古い家だから。大きい声で読めない。いや、古いでいいじゃん、別に。立派な古い、いい家だ。これ、文句はどうしたんですか。文句は、悪いところはまた、下布を入れて、うん、錆止めを一緒に入れちゃって。うん、あ、錆止め入れちゃうんだ、文句に。で、吸い込まして。吸い込まして。吸い込まして。その上に2回塗る。普通の塗料をそのまま塗っちゃうと、吸い込みで色ムラが出ちゃうってことですよね。うん、これ鉄とかプラスチックっていうのは吸い込みムラが出んから、うん、色艶にムラが出んからツヤが出るわけだね、はい、木っていうのは吸い込むとこと吸い込まんとこってあるじゃん、うん、そこの場所によってみたいな、ね、そうそうそう、だからムラが出んようにまずはその錆止めで吸い込ましてムラが出んようにしといてからの上塗りを2発でこのツヤが出るんだ。うん、すごい美しい。これはあの、ああいう、うん、毛玉あるじゃないですか、うん、ああいうのがめんどくさいですよ、毛玉っていうのは。毛玉、桁っていうの、いや、あのこの棒みたいなついてるね。ああ、あれ桁っていうんだ、うん、あのね、木のやつね、あの茶色の部分、わかる、わかる、茶色と白の部分。そう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 、今落としちゃった、大丈夫です、うん、大丈夫です、アップにしました。もう私もカメラマン、そんな素人じゃないのそうですわ、やっぱ100万高いでな、ほんとな。職人さんに直接頼んだら安いって言うけど保証ができないですけどね。ああ、そうか、そういうのもあるしね、なんかあったら仕入れの手配もしながらしね、浜田さんも同じ値段でやるんでね、やっぱ直接やったらさ、じゃあ仕入れとか足場の手配もしながらし、現場も確認しに行かなかったでしょ、その日。お客さんとの打ち合わせも3回、4回ね、行かなかんとかだったら。やっぱじゃあ今と同じ金額でやれんからね。知り合いとかから家塗ってって言われるでしょ。あ、だから僕は直接は言わないようにしてます。あ、もう今は、うん、あ、逆に断ってます。会社通してくれた方がいいよ。会社の方がやっぱりしっかりしてるし、保証もあるから。うんうん、全部あの手配するのめんどくさいじゃないですかね。あ、まあそうですね。それも経費あるね。うん、それがまあうちのアギア7人8人の管理マンが仕事しっかりやっているので、だいぶ塗り替え同士も形になっていたんじゃないですか。年々そうですね。今なんか変な子、もう俺入れんようにしようかなもう売り上げなんか上げんでいいわって、結局変なやつがクレーム起こすから。今古いいいやつばっかじゃん。そうですね、うん、こういうのを渡ってくるのかもね。あ、これ二人がね、うん、これ仕上がったとこれものだと思う。うわぁ、そうか、茶色で。ああ、浜さん、これは死んでるわ。自習生使えるじゃないですか。母さんが暇って言ってたよ。使いたかったらいいですよ。無理がしんねえもんね。この前だから、あの俺あのベトナムの寮と隣と両方、うん、あ、隣母さんがやったんですけど、うん、やっぱりそうちゃんと持ってます。あ、本当。あ、じゃあ大体見とるんだ仕事は。あ、それ何。あ、トタン用のローラー。いや、違いますよ。もうあ、それ潰れるんだ。トタン用のローラーって使わないですか。ダメ、使わないですね。これで十分入るんで。あ、十分入るんだ。あれ高いですよ、トタン用ローラー。あ、そうなんだ。でもやっぱりいいんかな、あれ。あれ、もう溝のこの幅が決まっちゃうもんで。ああ、そうかそうか、この幅が全部一緒とかいらんから、うん、こういうとこは早いかな。これちゃんとこういうとこちゃんとし、うん、で、浜田さん確か野球かなんかやってたんだ、うん、
甲子園目指してやったの、うん、これ結構いいとこ行った夏の予選僕最後の方ですよ夏の予選って何甲子園甲子園行く前じゃない甲子園に行く愛知県大会の3回戦か4回戦、うん、あんで自分のところのチームが、うん、で最後三振して負けたんだなんかピッチャー君です最後のバッターってピッチャー君おめえだよそれ、うん、この音聞こえる、うん、結構圧かけてるよ静かに音聞かせてあげてください皆様にもやきやってるやつやとかあの音出せどういうこと結構圧かけとるでしょ、うん、圧かけるこの間が入らんのに塗装職人って握力がめちゃくちゃ強いでしょ目が太くなりますねあ本当身に変わってますよね最初ペーパーばっかりやらされるのに最初はもうひたすらペーパーやれってずっとペーパーやらされるんだ指紋がなくなるまでやりますやば気が出ますうわ昔は職人はすごいね今でもやったらもう訴えられちゃうもんね寺木さんは言ってたの昔のやつを今やられとったら訴えとるとか言ってた半年1年ぐらいずっとペーパーしてずーっと朝からバンバンペーパーやってさ、はい、もうやめないのがえらいあそれで、ね、でそれがね6000円とかでしょ給料が、はい、よくコメント欄でもあるけどねコンビニの方が給料いいとかなんだとかゴンとか言うけど一生コンビニの店員やっとけっていやコンビニの店員が悪いわけじゃないけどコンビニの店員がやりたくてやっとんないけどだけどさ、やりたくないけどコンビニの方が楽だからとかそういう言い方ってよくない、楽で行くんだったらね。だけど、やっぱ今楽してても、じゃあ明日も変わんないよ人生がって。何でもそう、後でしかついてこんもんね。じゃあ野球やって1日で150キロの球投げれるかって投げれんもんね。で俺もゴルフ10何年やってまだったからな。今は立つ。もうやろうかもしれないって毎日思うけどね、コース行くと。でもそれでもやっぱ10何年必死で、こんなになるようなことやってきたから、やっぱ仕事でもそうですよね、やっぱ一人前ならこうやって自分で受けてやれるし、うんうん、まあ、して喜んでもらえるやん、やっぱりお客さんね綺麗に言ってくれてありがとうって言われるのがすごい嬉しいやっぱ嬉しいですよね、本当にどうせ商売やっとんだからさ思われてるのに36年かかりましたね36年、はい、36年ほらすごい言えなきゃ言ったけど、じゃあこの塗りこぼし見つけてみようかあんだけやっぱ手の力が強いからもうしっかり入っとるんだろうな反射もすごいもんやっぱテカテカだからだこれ2発塗るともっと光ってくるよねまたうちで2液使ってるしねうちはこのクリーンマイルドって2液だから、うん、現場で硬化剤って混ぜるから普通のなんだろう絵の具とかって1液じゃん、うんうん、塗ったら乾くじゃんこれって塗っても乾かんないだけど2液を混ぜとることでもうほっとっても逆に固まっちゃう、うん、それ何がいいかっていうとじゃあ置いといて、まあ、仮に固まるとしても表面からしか固まるでしょうん、これ中も全体一緒に固まってるからなんか強いかシャンプーもそうじゃんシャンプーインリンスでいいやつないじゃんそれいいやつないって言ったら失礼だけど別々の方がいいよねってなっちゃうからってことでしょなるじゃんそれ手間は一手間かかるよ金も高いよだから一手間かかった方がいいからねそれはいいじゃん物はいいじゃん、うん、髪の毛ねえから間違えたアデランス専用リンスだけどアデランスでしょまあ普通に若彼氏子供はさ若い時は髪の毛あったのだじゃあなんかミオが出会った時にはもうミオが出会った時にはもうハゲでしたもんだそれは嘘だろてめえ先行予約中プレゼントも割引もあるよあるよじゃあ久々の塗装のレジェンドの現場です、はい、ぜひリーダーシャツ、はい、パートナーズ、はい、あとあなた足場資材買い取り、はい、やってますんで、はい、ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いしますお願いしますせーのまた見たぞまた見たぞ失笑だわ浜野さん